この時間は IR のコーナーになります。ゲストの方はデジタルインフォメーションテクノロジー株式会社、代表取締役社長石川聡さんです。石川社長こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。なんかこう決算発表とか拝見していると日々進歩されているなと、ありがとうございます、いう印象を受けているんですが、改めて、会社さんの紹介していただけますか。当社社名デジタルインフォメーションテクノロジー、少し社名が長いですのでステークホルダーの皆様方からは略称で DIT と呼んでいただいております。本社東京都中央区八丁堀にございまして、社員規模が1000名超、そういった会社でございます。コンピューターのソフトウェアを中核ということですね。それから、サイバーセキュリティの商品も扱って、業績が10期連続増収増益ということで、ずっと頑張ってられますよね。そうですね、今のところ順調にこうしっかりとしたお客様とのお付けの中で事業拡大するとか新しい事業領域を展開していく、そういった形で増収増益させていただいております。そして、6月決算になりますが、2021年今6月期、先日第二四半期決算を発表されましたが、業績上方修正で社長からコメントがですね、コロナ禍および特需剥奪に関わらず増収増益を達成した、つまりやっぱり業用拡大しているということでいいんですか。そうですね、コロナ禍でその期の始まりはそのどういう状況なのか若干見えにくいところもありました、あったんですけれども、既存のお客様からしっかり仕事をいただくとか、あと特需の剥奪というところは前の期、消費税率改正に伴う特需があったんですけども、そこが落ち込んだにもかかわらず、全体としてはしっかり増収増益ができた、そういった決算でございます。そして、売上高でいくと70億6500万円、 7.6% 増、営業利益9億1200万円、 24.5% 増、したがって営業利益率が 12.9% と上昇した、これ中継なんかで掲げておられたその売上高の目標とか営業利益目標、営業利益率の目標っていうのも 10% 以上、というのがありましたよね、これを達成してきて、かつ、それが現実になってきた。そうですね、その前の期もしっかり 10% 以上出せたんですけども、さらにその利益率改善傾向にございますので、ここも順調に推移しているところでございます。ですから進捗率で見ていくと、売上高で中間期ですからほぼ半分、で、営業利益でいくと50% これ超えてきてる、超えてますね、というところです。やっぱり営業利益率の高まりっていうのはこれ大きく変わってきた、そうですね、変わってきておりますね、ところですね、それから事業領域っていうところで見ていきますと、大きく分けると5つの分野になりますか。そうですね、ビジネスソリューション事業という金融系中心とした、いわゆる業務システムの開発及び運用サポートっていう、そういったところが一番大きなエリア。あと2番目がエンベレッドソリューション事業、こちら車を中心としました、組み込み系の開発及び検証。あとこちら、子会社の DIT マーケティングサービスという会社が主に行っております中小企業向けのシステム販売事業。あとは注力ポイントのところ成長分野なんですけども、当社の自社商品事業ということで、今後ここをしっかり伸ばしていくことによって収益高めていきたいというふうに思っております。で、乗っかってきているところにさらなる新規の事業分野もこれからどんどん作っていこうということですよね。そして、セグメント別で見ていくと比率としてはやっぱりソフトウェア事業の方が大きいということですね。そうですね、ソフトウェア開発事業は全体の 95% ぐらい、システム販売事業のところが 5% 弱、あとソフトウェア開発事業の中身ビジネスソリューション事業は大体60%、 エンベレッドソリューション事業のところが 30% 強、あと注力ポイントの自社商品事業まだ 5% 強と比率少ないんですけども、可燃度から着実に伸ばしている、そういった形になります。そしてそれぞれのビジネスということで拝見していきますと、まずはそのビジネスソリューション事業というところで、従来からおやりになっている安定基盤として、金融システム等々を中核にということでしょうか。そうですね、やはりポイントのところにも記載させていただいてますけれども、開発も新規の開発もさることながらエンハンス開発という、保守開発みたいなことの割合が高いですとか、あと運用サービス、いわゆるお客様の業務にぴったり紐づいてますので、こういったコロナの不況下でもしっかり仕事は安定的に取れる、そういったところがポイントになってますので、本当の意味での安定基盤になっているのがこのビジネスソリューション事業でございます。やっぱりその単にその例えばシステムソフトを作りました、納入しましたで終わらずに、そこから進歩するシステムを受け負っていくっていうのが、やっぱり強み、強みになるということですよね。それから、もう一つはこれは成長分野ということですが、最近このエンベレッドっていう言葉も随分世に出てきました。組み込みソフトってことですよね。おっしゃる通りでございます。で特に車、
はい、これはやっぱりその自動運転等々を含めて、まあ、車ってコンピューターの塊みたいなもの、ね、半導体の塊みたいなものですが、はい、ここやっぱり注力している。ここはもう本当にこの 5,6 年で非常に伸びた領域になりまして、今この領域そのエンベッドソリューション事業全体の中の 60% 強が車載関連になるんですけども、はい、その中でも特にこのコネクティッド関わり、車がインターネット化していろいろつながっていくでありますとか、あと自動運転周り、そういった今後拡大が期待できるそういったところのエリアに我々非常にそのとても侵食してますので、はい、そういった部分でここ5、6年成長してきた。あとはここ通信が絡んできますので IoT という分野でも広がりを見せている、そういったところがこの領域でございます。ご社長さりげなく書いてありますけど、完成車メーカー、はい、ティア1との取引中止って、これ大きいですよね。大きいですね。やはりそのいただけるその単価レンジがだいぶ変わってきますので、はい、非常に、ここで、売上利益伸ばしてきた、そういった形。つまり車載関連の分野っていうのはど真ん中でやってるぜっていうことを言っちゃってもいい、はいはい、っていうことですよね、はいはい、そしてもう一つのところがこれ優れもんなんです、その自社商品事業のこれも名前頭に染み込んでます、はい、ウェブアルゴス、はい、このウェブアルゴス、当社のセキュリティの商材になるんですけれども、ウェブサイトの改ざん、その見た目の変化もさることながら不正サイトに誘導されるようなそういった部分の改ざんというのもあるんですけれども、それを瞬間に検知をして元の正しい状態に戻す、そういったソフトウェアになります。今まではこう防ぐことを中心としたソリューション製品が世の中多かったんですけども、 100% その初めての攻撃に対しては防ぎきれない、そこに関しまして我々の製品は瞬間に検知をして正しい状態に戻すということで、初めての攻撃に対しても 100% 可能、対応可能、そういったソリューションでございます。だから悪いやつが入ってきてから対応しようぜじゃなくって、はい、入ってきてなんか元々あるものを変えたら元に戻すよ、はいはい、そうするとウイルスが入ってきても、はい、そこでは生きていけないよね。おっしゃる、これ発想の転換ですよね。発想の転換になります。従来 の, そのサイバーセキュリティっていうのは入ってきたら悪さする人を捕まえようっていう設計ですよね、はい、今は何かしたら元に戻すという、はい、ウェブアルゴス、はい、その意味ではこれあの新たな展開、はい、そうですね。で今はちょうどサイバーセキュリティ月間にもなってきてますし、そういったところでやっぱり話題になりそうなところではありますよね、はいはい、あと意外とこれが優れもんなんです。そうなんですね。ゾブロスという、製品になるんですけども、いわゆる、まあ、働き方改革っていう言葉が出てから非常にこれ、世の中に浸透していて、その我々の、会社さん、いろんな会社さんに導入していただいたんですけども、はい、いわゆる、まあ、このエクセル業務、その機関システムとはちょっと違う、でもたくさん使われるところ、このエクセル業務を効率化するでありますとか、いろんなシステムから出てくるデータをいろいろこうカスタマイズしながら集約したデータを作るでありますとか、いろんなレポート帳票を作り出す、そういったところを一度設定することによって自動化する、そういったソリューションになりまして、大手企業様中心に490社でもうちょっとで500社行くんですけども、導入実績がある、そういったソリューション、製品でございます、はい、だからエクセルっていうと、まあ、ワードエクセルっていうイメージで、はい、まあ、みんな持ってるよねっていう話ですけども、各企業がエクセルを基礎にして自社のシステムを組んでるんで、はいはい、そこのエクセルのところを使いやすくしてあげる、あるいはつなげてあげるっていう作業が必要になってきて、はいはい、そこをゾブロスが担っている、おっしゃる通りです。優れ、はい、意外とじゃ優れもんなんですよ。で、大手企業を中心にもうすぐ500社まで行くでしょうというところ、はい、今現状490社、はい、しかもこのノンプログラミングで初心者でもっていうところがいいですよね。そうなんですね。その設定業務が結構その煩雑になるそのシステム多いんですけども、割とそのシステム知らない方でもノンプログラミングですので設定しやすい、そういった製品になります、はい、まあ、やっぱりDX とか働き方改革という意味ではこれ非常に今有効になってきて、はい、それから自社商品事業ですね、 DD コネクトですか、はいはい、こちらが、昨年の10月にリリースした新しい、サービスになるんですけれども、いわゆる、まあ、電子契約のアウトソーシングサービス、そういった形になります。このコロナ禍でやはりその在宅勤務が普及する、その中でこういった契約周り の, そ の, たその対応するために、そのためだけに社員の方が出社されるような、そういった会社さんも結構多くあられましたので、はい、そういったものを全部自動化する、そこを自動化するって結構ハードル高いんですけども、そのサービスごと我々が受けよう、そういったものが ADD コネクトになります。まあ、非対面の時代にはぜひとも必要なこと、はい、ということですね。で、はい、こういったところでやっぱり社会の役に立っている事業をどんどん出してきているという見方ですよ、ね、はい、あと長らくファンの多いこのカシオさんの楽市、はい、
こちらがシステム販売事業の中での主力の製品、カシオ計算機製のランク1になりまして、今生きたユーザーさんが2200社ほどある、そういった商材でございます。だいたい5年から6年 のリースで買っていただいて、だいたい5、6年経つと新しいランク1が出てくる。そうするとリプレースしていただけるリピート率が 80% ということで、結構安定基盤になっている、販売事業ですけども安定基盤になっているものでございます。そして中長期的にはどのような方向を目指しておられますか？はい、基本的にはこの我々しっかりとした、事業基盤、そのいろんなお客様との幅広い取引させていただいてますので、そこを安定的に成長させていくことにプラスアルファしまして、自社商品のところセキュリティ、業務効率化、あとは電子契約も含めまして、これからも新しいものを作ったことも含めて、そういった自社製品を中心とした成長率をそこを伸ばしていく、この2つをリミックスした形で、特にその利益率、利益額、そういったところを伸ばしていきたいというふうに思っております。まあ、社会に必要なものを、はい、社会に求められているものを避け投げて提供していこうということですね。数値目標でトリプル10っていう中計はこれ、はい、達成してしまったんですか？そうですね、はい、2017年6月期がスタートするときに5年以内の目標設定というのを立てたんですけども、割とまあ順調に前倒しに達成することができております。やっぱり今後あれですか、新たな中計っていうのは？そうですね、ちょうどその今走ってる期が終わった次の期がその中期の新しい中期計画3年のスタートになりますので、はい、そこをスタート切る前にしっかりとした中期計画作っていきたいというふうに思っております。やっぱりすがすがしいですよね、達成達成前倒し達成っていうのはすごいすがすがしく映りますよねありがとうございますっていうところですから、はい、やっぱりそのいろんなこの新規分野も含めて、はい、やっぱりそれがニーズが合っていたっていうところですかね。そうですね、割と前がかりでそのお客様のニーズ、世の中のニーズっていうのを取り込んでいきながら、まあ、このコロナ禍でも変化をしっかり捉えて、お客様の本当に優先順位の高い、そういったものを我々、サービス展開していく、そういったことを常に心がけております。はい、それでは今日投資家さんたくさん見ておられると思いますので、はい、社長から一言メッセージを頂戴できればありがたいですが、はい、我々世の中の変化をしっかり捉えながら、必要なものをそのシステムをお客様に提供していく、そういったことをちゃんと繰り返しながら、今後も増収増益繰り返していきたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。会社のホームページなんかを見ていただいて、はい、こういう製品ですとか、はい、こういうことをやっているよっていうのをご理解いただければ一番ありがたい。ありがたいですね、ということですよね。はい、動画なんかで見るとそのウェブアルゴスなんかすごい動画とかこう出てきたりしますんで、そういった面での驚きってのは結構あるかと思います。ありがとうございます。ということで、今日のゲスト、デジタルインフォメーションテクノロジー株式会社東証一部3916、代表取締役社長市川聡さんでした。市川社長ありがとうございました。ありがとうございました。